はい、年金復活プランを、ご依頼いただきます経営者の方に、作成をお願いしてますのがですね、委任状という書類です。社長様に代わって年金事務所、あるいは街角の年金相談センターで私どもが、社長様の年金に関する、確認、それからシミュレーションをもらってくると。こういうことなんですけれども、委任状はですね、特に様式は定められていません。手書きで、どのような手書きでですね、メモでもいいんですけれども、書くべき内容が決まって、書いていただくべき内容が決まっていますので、一番分かりやすいのは、日本年金機構のホームページから、委任状の様式がダウンロードできますのでね。そちらの方を、これもそうなんですけれども、それを使っていただければと思います。で、簡単な、作成上の注意事項もね、ホームページの方に書かれています。ただ役員報酬最低化をご依頼いただく方向けの、記入例というのもね、あとは分かるようになると思いまして、私の方で作っておりますのでね、ご依頼がありましたら、PDF で送らせていただきますので、ぜひご用命ください。メールでね、添付で送らせていただくこともできます。郵送でも結構ですし、ご用命ください。ただ、ご署名、ご捺印いただいた委任状自体はですね、これはメール添付ではなくて、郵送で現物でいただく必要がありますので、ご注意ください。